隠居とは当院図の一つ、現存する最古の印図である。節印経印書の音印体系を巧みに図式化しており、中古音の復元に際して参考とされることが多い。南宋の超林氏が入手し、50年に及ぶ研究の後、序文をつけて刊行した。隠居をいつ誰が作ったかはわからない。超林氏の序例によると、 本来の名前は、指弦隠居といったらしいが、僧の、清楚の意味な、弦にあきらの、弦及び、僧の翼祖の意味な、高しと同音の、鏡を避けて、指美隠居、略して、隠鑑と名を改めた。超臨氏の時代にはすでに、鏡を避ける必要がなかったので、隠居に戻したという。この話からわかることは、隠居が遅くとも、北宋成立以前に書かれたということである。 陰境が後院より古いことになるが、現在見る陰境には後院の影響も見られる。例えば、委員は金院になっているし、誠院、官院会院を分けている。当院図は陰境の他にもあるが、陰境は特に保守的な特徴を持つ。すなわち43枚の図を使って、後院のほぼすべての小院を図の上の異なる位置に表示している。また、 日照の字は対応する飛行へと同じ図の上に書かれる。他の当印図では、後印の複数の意をまとめたり、日照字が影公印に配されたりしている。陰境は第1点から第43点までの43枚に分けられている。図は大きく16節にまとめられるよう配されており、各節は開け合いなどの違いにより1枚から7枚の図によって構成される。 その内訳は通り節、交節、止め、節、偶節、蟹節、蟹節、至る節、山、節、伊佐尾節、蚊、節、仮、節、等節、公節、流節、新節、皆節、創節である。一枚の点図は内外点及び開け合いによって、右端に、例えば内点第一回のように表題が示される。また横軸は聖母によって二十三列に分かれる。 各列には、聖母の七音と聖楽の種類が記されている。七音の並び順は、右から、心音、絶音、牙音、死音、高音、半絶音、半死音の順である。三十六字母の名称は記さない。また縦軸は十六段あるが、まず四線によって分けられ、さらにそれぞれを等庫によって四段に分けている。縦軸の左端には対応する。 公印の陰名が示されている。この1623の孔子の各マス目に対応する音がある場合は、漢字が置かれ、音がない場合は、円が描かれる。日本では、写本で伝わっていたが、協力土の絵ネに出版され、江戸時代にこの本を復刻した本が、漢字音研究の中心になった。陰鏡を使った江戸時代の有名な研究として、文有魔皇陰鏡がある。 中国では、陰鏡は、早くに散逸した。南宋の定唱通詞七音略に引用する七音印官は、実質的に陰鏡と同内容だったが、北宋の芝光の作とされていた、節一小図の方が古いと思われていたため、あまり重視されなかった。新末に、中国で失われた本を、日本で収集したし、恥じ書正 洋酒系らによって出版されたこいつ葬書に隠居が含まれ、これによって中国でも存在が知られるようになった。ありがとうございます。